は日曜日ですが、明日からまた楽しいレッスンが再開です。今日はショパンの夜奏曲オーパス9の2を弾いてみます。何度も何度も練習を重ねることでできなかったことができるようになります。ミュージックスタート。ショパンの夜奏曲オーパス9の2でした。あかんぴー。
叩いてかぶってじゃんけんぽん、だるまさんが転んだ、最初はグーじゃんけんぽん、生まれたでいいさい。何でも楽しみながらやってみることはとっても楽しいです。明日も楽しいお話を聞かせてくださいね。滑って転んで大分県、こっくりさんの曲できたかな。トイレの花子さんのテーマ曲はできたかな。練習曲が難しいときは興味のあることを歌詞をつけて、トニック、サブドミナント、ドミナント、ドッペルドミナントなどのコードで楽しくオリジナル曲を作ってみてください。ユニゾン、オクターブ、同じ音を弾いてゆっくり練習すれば簡単な曲も楽しく弾けるようになります。それでは皆さん、さようなら。